フェイクネイルからコンタクト、エクステンション髪に飾って、フェイクファー身にまとって、どうして本当の愛探してるの？だから dreaming of you 夢に escape in my room 嘘も本当も口を閉じれば同じ。どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと日にちは経っちゃってるんですが、藤井風さん、1月24日で、デビュー3周年ということに、なるんですね。おめでとうございます。すいません、ちょっと前回の動画で言うの忘れちゃったんで、今ねこうやって最初に言っております。3年ですか。僕が知ったのは2年半ぐらい前かな、ちょうど、このね、コロナっていう騒動が始まった直後ぐらいかな。僕離婚しまして、ちょうどその時にね、いろんなことが、変わっていきました。僕自身ね、人間もガラッとね、今とは違う、本当変わりました。良かったなと思います。離婚を機にね、なんかあの人かわいそう、大丈夫かなあの人、あの男ってなっちゃうとちょっとね、嫌だなって思いました。別にそんなね、まあ、ネガティブなお別れじゃなかったんですが、まあ、やっぱね世間的にね、やっぱり43とかね2とかで離婚、独り身の男ってなると、ちょっとまあそのイメージとしてね、そういうのがある方もいると思うんですが、いやいやいや、自分は違うと、自分らしくね、本当に自分のやりたいことをどんどんやっていく人生にね、シフトチェンジして、しっかりやってきたつもりなんですが、まあ、こうやってね、藤井風さんというね、本当に藤井風さんの、との出会い、彼のね、考えてること、言ってること、歌ってることが、なんか自分の中にこうストーンと入ったんですね。すごく感謝してます。そして、まあ、こうやって YouTube、こんな風にね、本人じゃないから分からないことがたくさんある中、こうやってね、みんなでこう、共感しながら、共にね、共にね、皆さん、ついてきてくださってるね、見てくださってる方と共に、いろんなことね、共有しながら、インスタグラムのね、DM とかでいろんなね、やり取りをしながら、ちょっとずつ、歩んできた、そんなことになるんですがね、藤井風さん、3周年、まあ、ちょっとね、あっという間の3年とも言いたいところですが、なんかすごくね、僕にとっては、なんかこう、毎日が、YouTube やってるって、こうね、発信してるっていうのもあるんですが、やっぱ日々ね、毎週、何か藤井風さんの動きをね、見ながら、追っかけながら、皆さんのご意見聞きながらっていう日々だったんで、まあ、結構ね、じっくり充実した日々を送らせていただいてますから、3周年って聞いた時に、あ、まだ3年なんだっていうね、ちょっとそんな感じもしたし、まあ、とにかくこれからが本当に楽しみなアーティスト、まあ、アーティストというか、まあね、そういう人ですよね、世の中に必要とされる世界でまたね、活躍する人になる、これね、間違いないと思うんで、しっかりね、また、皆さんで応援していきましょう。最近ね、特に、まあ、今日のね、タイトルにもありますが、ラブオールアリーナツアー、ツアー中ですよね。僕、お客さんとね、まあ、話しますよね。最近どっか行きましたか、梅田さんとか。どんな音楽聴くんですかとか、なんか最近服買いましたかとかね。まあ、僕の、まあ、ライフスタイル、僕のね、ことは聞いてくれますよね。まあ、そういう話になります。ね、僕も聞きますしね。その時に、やっぱり藤井風っていう名前が、どうしても僕ね、僕から、出てきますよね。本当にね、2年ぐらい前までは誰それっていう人がほとんどでしたね。知らない人がもう本当にほとんどで、今は違います。MISIA さんと紅白出ました。キラリっていうね、歌が大ヒットしました。あの辺りからみんながね、知ってる人になった。フリーライブもそうですが、やっぱ紅白が大きいのかな。紅白ぐらいからちょっとずつやっぱね、梅田さんがね、いつも言ってる藤井風っていう人、紅白出てたからちょっとびっくりしましたって、なんかそんなね、すごい人とは思わなかったんで、ちょっとびっくりしちゃいましたみたいなね、こう言われました。まあ僕はね、まあねっていう感じで、だから言ったじゃんすごいってっていう感じで、まあね、ニコニコヘラヘラってしながらね、そうでしょ、すごいんですよって言いながら、過ごしていたんですが、今回もやっぱりね、今回かなり今ね、藤井風っていうワードを出すと話題になるのは、死ぬのがいいわ、
この曲の、こと、それから紅白ねのパフォーマンス、あの篠が今歌ってのパフォーマンスね、最後バタンと倒れるあの辺とかを見てね、やっぱちょっとまあ演技もできる人だし、よく見るとめちゃくちゃ綺麗な顔してますねとか、よく見なくてもね男前だと思うんですが、よく見たらなんかね、どの国の人が見てもなんかちょうどね、なんかこうヒットするような、スタイル、ルックス、それからなんといったってピアノ最強ね、音楽なんか歌も最強ってことで、まあまあまあね、本当に皆さんがようやくなんか分かっていただけたかなと、まあ、そんなに思ってるわけなんですが、なんかね布教活動じゃないけど、そのね今回そのラボールアリーナツアーに福岡で行って埼玉で行って、すごいですね2個も、いやいやいや、もう1回実はあって、福井サンドーム福井っていうね会場で実はあると、それも行く予定してるんですと、ただね僕最近、まあ、フリーランスでね、フリーランス美容師してます、個人経営でね自分でやってるんですが、まあ、自分でスケジュール組めますよね。なので、まあ、行きたいところ、行きたいライブ、それから行きたいね、なんかイベント催しがあったら、まあ、ちょっとそこパクッと開けてね、前後働いてそこ開けて行ったりとか、朝だけ働いて、あとはね自分の大事な時間に、ね、使うっていう、まあ、そういうねことがまあね、まあありがたいことにねできています。そんな時ね、旅に出ると必ず雨が降るんですね。日光東照宮行きました。行き土砂降り、帰り雪ね、もう本当に寒かったです。1度2度の世界ですから、寒かった。だけどまあね、それも一つ思い出ね、すごい良かった。でそれからまあその去年もね、パナスタスタジアムライブ行って行きました。次の日大阪ね観光しました。全部ねびしょ濡れです。それから、この間の埼玉スーパーアリーナもね、もうご存知の通り天気悪かったですね。次の日東京ね、行きたい神社とか行きたいカフェとか全部びしょ濡れでした。本当にね、ついてんだかついてないんだかついてないんだかよくわかんないんですが、今回です、問題のタイトルにもあります、ラブオールアリーナツアー福岡、福井1日目サンドーム福井、このライブなんですが、これ今撮ってるのが前日の夜なんですが、仕事終わってね 今なんですが、僕としては行く気満々です。行く気満々なんですね。新幹線で福岡から京都にまず向かうんですね。で京都で、ちょっと待機ね、待機、まあ、ちょっと行きたい場所もあるんでちょこっと行きますが、もう本当は早い時間から多分京都に入ると思います。そして、まあ、行く気満々なんで準備はね万端ですね。ただ、もう僕のね自分の中のルール、実はね日曜日、翌日の日曜日11時から予約が入ってるんです。お客さん11時からざっとね夜までみっちり入ってるんですね。なので朝一の日曜日の朝一の新幹線で帰ってこなきゃいけないですね。帰ってこなきゃいけないっていう条件がまずある。これは絶対覆さないということ。そして本当にワンミスでアウトなんですが、ライブが終わります。サンドーム福岡ライブが終わるのが多分おそらく8時ちょっと押すと見ても、まあ8時ちょっと過ぎぐらいには会場を出て、最寄りの駅にね行って、そこから、サンダーバードという特急に乗って、特急列車に乗って新大阪まで戻んなきゃいけない。じゃないと翌朝ね新幹線で早朝に帰ってこれないんで、まあ、そういう条件なので、サンダーバードに乗ってね京都から森のね、サンドーム福井の森の駅まで行きます。サバエかな、そこまで行きます。そこまで行くっていうところ、この電車が止まらないこと、そして新大阪まで夜8時43分だったかな、その電車に乗らなきゃ絶対行けないんで、そこに帰ってくる、大阪に帰ってくるこの電車が止まってないこと、止まらないという、ここのね、このサンダーバードが止まらないかどうか、ここですね。他の行き方、他のルート、他のやり、ね、手段があるのかもしれないんですが、まあ、僕の中のルール、まあ、好き勝手やらせてもらってますんで、まあ、このサンダーバードが動くんであればもう行きたいですね。それもちろんね、トレードで奇跡的にゲットしたんで当然行く気満々行きたいんですよ、うん、行くってことは決まってます。ただサンダーバードが動かない、運休となると、本
当に残念で悔しいんですが、本当に悔しいです。ですがちょっと断念せざるを得ない、戻ってこれないっていうことで、まあ、そこだけ自分の中でルール決めてね、サンダーバードが運休になった場合、僕はね、京都大阪の一人旅、ね、雨雪の一人旅っていうふうにね、ちょっともう仕方ないで、本当悔しいですよね。多分本当悔しい思いをすると思うんですが、もうそういうふうにちょっと切り替えて、まあ、そういうルールね自分の中で作ってます。なのでサンダーバードが動けば行きたいなと思ってます。まあ、一応ね、土曜日の夜28日土曜日の夜、ちょっとだけね小1時間、生配信したいなと思ってます。まあ、行ったにしろ行けなかったにしろね、どうあのサンドーム福井でライブ見れたにしても帰ってきてちょっとだけします。行けなかった、残念残念ね、京都大阪の旅に変わってしまったということでも、まあ、一応ね、まあ、状況報告とか、いろいろ、まあ、時間がある方が集まっていただけたら構わないんですが、もしねよかったら、一応どっちにせよ生配信します。それから、お昼の3時半4時あたりにちょこっとでこれ言っていいのかな、何かしら生配信ちょこっとすると思います。ちょこっと、コラボっぽい感じになるかもしれませんが、まあ、僕のこのチャンネルじゃない可能性もありますがね、ちょっとそういう感じになると思います。ちょっと近況報告とかねそういう感じでやると思いますんで、まあ、そういう感じです。なんかたくさんメッセージねありがとうございます。たくさんね、インスタグラムの DM で大丈夫なんですか、いけるんですか、どうするんですか、ね、危ないんじゃないですかとかいろいろね、たくさんの方から本当メッセージ来てます。ありがとうございます。ご心配いただいてありがとうございます。僕は行く気満々です。ただサンダーバードが止まったらってことです。よろしくお願いします。もし会場でね、まあ、無事、まあ、会場行けたってことで会場でお会いできたらね、皆さん同じ日の方、ね、会場集まる方、よかったら見かけたら声かけてください。インスタグラムストーリーズで、今この辺にいますとか無事着けましたとかね、何かしらインフォメーションします。ちょっとすいません、サンダーバードが止まったんで断念しますとかね、何かしらインフォメーションしますんで、よろしくお願いします。そうですね、もう本当全国的に寒波ピークだと思いますんで、今本当に皆さん気をつけてください。それから会場に向かう方、福井県在住の方何名かから、それから会場に、ね、もうすでに向かっている方、動画なり今の状況なりね、たくさん教えていただきましてありがとうございます。結構ね、福岡も気温低いんですよ。 1度とか2度とか氷点下になる、ね、瞬間もあるんですが、気温もそうですが、やっぱりね、雪福岡ではなかなか体感しない、本当にめったにないねぐらいの雪が降ってますから、慣れてないんでね、危ない思いしてる方もねたくさんいると思うんですが、とにかく皆さん気をつけて向かいましょう会場にね、無事にライブ成功、ライブね、みんなが集まれることを本当にね、祈ってます。京都大阪の旅にねチェンジしないように、皆さんね力もお借りして皆さん祈っていただいて、よろしくお願いします。ということでまた配信しますんで、お待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。